天下三番893番正一太郎です。本日のお話は破天荒なヤクザのお話。皆さんのその漫画やテレビやドラマとかでやっぱりこの破天荒なねヒーローとか主役、まあ悪役でもね悪者でもなんかねかっこいいなじゃないけどなんかワクワクするものがあるじゃないですか。ただねそれはねコンテンツの中でだけであって実際そういう人がそばにいると大変だよっていうお話なんですけど、ある大きな組織に行った時に本部なんでいろんな人と知り合うんですね。先輩の人がいてやっぱりこの人も私よりちょっと上かな30代前半ぐらいでやっぱりイケイケって言われた人で、ね、もうやることなすこと破天荒なんですよ。まあかっこいいんですよ、ね、こういうこと言うとあれなんだけど飲んでる席でも本人もたくさん飲むし周りのいる人間にも飲ますし失敗しても謝るぐらいなバーンって指叩いてはいってもうそういう感じの顔色一つ変えずにみたいな人なんですよ。女性も同時に何人も付き合ってどうすんのかな。そんな絶対揉めるんだよなっていう、やっぱり揉めてくっちゃくちゃになっちゃってる。私が一番驚いたのは人ってまあ事務所にいても鼻噛む時ってあるじゃないですか。普通 2,3 枚とかじゃないですか。2,3 枚ですね。その人ですね半分ぐらい使うんですよ1回の鼻噛むと。どうすりゃそうなるんだってブワーって取るんですよ。えって思ってこの自分のティッシュ持ってるわけですよ。どうぞって言ってちょっと持ってきてくれってブワーって持ってってでうわこれすげえ量かなと思ったらチンってやってそのままパーンと丸めてあ取ろうと思っていや触らんでいいってそういうのは触らんでいいって言ったってそんだけ巻いてあるから汚れることもないんだよ。おーって言ってゴミ箱投げるじゃないですか。ゴミ箱投げて入りゃいいけど入らないから結局こっち拾わなきゃいけないんですよ。なんかそれだけ聞いても別になんかおかしい痛い人みたいなことかもしれないけどそうじゃないですよ。だからそういうなんか無駄なことするんですよ。世の中の流れに沿ってないんですよ。何かあってもこの議題やなんかあってもそれはこうだ割りかし正論なんですよ。割りかし正論ででもそれを言っちゃうな今それ言う時じゃないっていうところいやこうこうこうででもただ正しいけどやっぱり敵も多くなっていくわけです。正しいことを正しいと言ってもそれが組織の中だと良くはないことがある。そもそも暴力団組織は正しいことをやってないんでね、ご自身も無茶苦茶なことをやってるわけなんで人にこうしろって言った時自分が仮に遅刻した時どうするんだっていう話になるんですね。自分で自分の首絞めることがあるわけです。結局ねご自身でお亡くなりになるということを選んだんです。私はそれは知らずに懲役行ってて帰ってきてあの兄貴ならもうずいぶん出世して組も持ってっていうふうに思っててまずあ何々兄貴元気っすかっていや死んだよっていうわけですよ。えどうしてってみんな言わないんですよ。だから私も詳しいことはいやまあちょっとねってああそれならもう聞かない方がいいな要するに自分で八方塞がりになっちゃったっていうことだと思うんですよ。でね地域が変わって割と最近に近いとそれでも10年以上前なんだけどやっぱりどこの事務所に行ってもそういう破天荒でイケイケで勢いもあってっていう方がいるんですよ。結局一般的に言う破天荒で外から見たかっこいいっていう人たちまあ非業の死っていうわけじゃないですけどそういう結末なんだなっていうのを私はたくさん見てきたんである一定時期はそういう風のでも良かったんですね。それでも無理が押し通ったんだけどもうこの今の世の中にはもう無理が押し通らない。私が何を言ってるかっていうと流れがあってその流れって目に見えないですよね。流れが目に見えないんだけどあまりにもその流れに逆行していくと本当にどうにもならなくなるっていうのを見てきてるんで私もこのYouTube の流れにねうまく乗っていけれればなっていうねお話なんですけどこうやってねやっぱりふざけるような形でオチにしようかなと思って今話してるんだけどやっぱり嫌いじゃなかった人たちやっぱり影響を受けたことがあるんですよ。やっぱりその人たちうわこんなかっこいいセリフが吐けるんだこういう態度なんだやっぱり生き方男として人としてってそういう人たちって一つ何かがあるんですよね。服装態度にしてもでももうその人たちはいないんですよね。そう思うと私が今こうやって作ってるコンテンツの中にはねまあ何人もの体験や死を乗り越えてこうして喋ってるということが多いんだな
まあね、50過ぎればね、そこそこね、一昔前ではね、人生50年と言われてましたからね。まあそうやって思い出しながら話していることによって、まあ私も改めて気づくこともあるわけで、まあ今後はね、そういったような内面の話、まあこうして聞いていただける方がたくさんいるんで、内面の話も少しずつできたらいいかなと思ったりします。以上です。本日のお話は、マルボー刑事がヤクザに見えるぞというお話なんですが、よくご指摘いただくというか、暴力団事務所にガサ入れする、特に関西ですね、関西地方のどこでどうなればああなるのかというか、ヤクザにしか見えないみたいなね、気のないね、うわーとか言って未だにあんなこと言うのかっていうようなガサ入れの風景をね、皆さん見たことあると思いますけど、どっちがどっちかわからないというんですが、元ヤクザ、元暴力団、元犯罪者の私専門家から見ますとね、全く違うんでございますね。全然ヤクザには見えないです。ただ柄の悪い品のないおっさんっていうだけで、例えて言うなら外国の人が侍の格好をしてたり忍者の真似をしてるような、なんか違うんですよ。全然バランスっていうか、もともとあんまりセンスが良くない。おしゃれさんだったら警察にならないって言ったら語弊があるな。おしゃれな人を見たことがない。中途半端に真面目だから警察にやってるんですよね。だから絶対真面目とは言わないですよ。暴力的なことを、順法精神もあると思いますよね。だけど 100% 警察の人が悪いことしないっていうわけじゃないんで、全員が全員まともだとは言い切れないところがありますよね。で、まあなんだと、少し前まではそういうのがあったんだけど、今は演出がかかってるんじゃないかっていう噂もあって、カメラが来てるから強行に行くという話もあるんだけども、現場の刑事はどこに向いて、要は上司だとか県警本部とか府警本部とかに向けてやってるのかな、もう言いますが大阪府警とかですよね、に向けてやってるのかなっていうことですよね。何アピールなのか。だってあれをやっていいことになることは一つもないですよ、イメージ的に。派遣かーとか言って、うわぶち破るぞって。それはね、本当にそうであっても映しちゃいけないとこじゃないですか、あれって。なぜあれをやってしまうのかなって。そんな感覚で社会秩序とか正義、今やっぱりこのご時世難しいんじゃないんですか。そこで相手側が強行に逆らってくるならいいですけど、開けなかったらぶち破ればいいわけで、何か機械で。ああいう脅し文句いるのかなと。不思議に思うわけで、何かシナリオがあって、はいカット、はいもう一度ってやってるんじゃないかなっていうふうに思うぐらいなんですね。だって素直に開けてるじゃないですか。話が飛んで申し訳ないんですけど、どう見たってヤクザではないんですよ。ただ柄の悪いおじさんっていうだけで、運動部の怖いおじさんぐらいにしかならないですよね。昔からそうなんですよ。暴力の刑事はヤクザっぽい格好をしているんだけど、どうもねヤクザのファッションの中でも流行があって、ちょっと遅いんですよ。 2,3 年っていうか 4,5 年だから、もうそんな格好してないみたいな感じ。あとやっぱ靴がね、お給料いただいてる方は靴までお金がかけられないです。偉くなってくると靴にお金がかかって、そこでも全然変わってきちゃうんで、やはりね、お勤めの公務員の刑事さんで5万10万の靴履けないですもんね。さすがにお金があったとしても、それは難しいと思いますよ。昔私たちの学校の先生がね、ジャケットにスーツなのに運動靴みたいなね。昔の警察もそうなってる。動きやすい、走りやすいっていうこと。今は、革靴風でちゃんとスニーカーソールみたいなものがありますからね。でもそれは私たち見たら、なんちゃってなんですよね。持ってくるカバンがリュック調のものだとか、ビジネスカバンとか、今はさすがにヤクザでリュックはないかな。でも流行の中で高級ブランドだからリュックサックが出てたりね、肩からかけるものがあったりするんであれなんだけど、そういった小物によって違いますよ。もちろん時計とかね、装飾品っていうものはありますから、やっぱり刑事さんでね、金ピカの昔はそういう人もいたんですけど、あんまりいないということでね、見分けるならやっぱ小物をチェックすればわかる。何の話だって話なんですけど、聞いてくとあれは演出、要するにこんなに反社会的暴力団に対して、お上、警察はこれだけ強硬な姿勢で挑むんだぞと。ただですね、功罪もあってね、おお行けと思うかもしれませんけど、あれを見て警察になりたくないな、あるいはもうすでに警察官であってもガサ入れは嫌だなっていう今時の若者の方が多いそうです。以上です。